皆さんこんにちは、 PR 担当のあやです。そしてはい、プロデューサーの笹子です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ということで本日は、皆様にラストクラウディアの今後のロードマップを、動画という形でお伝えさせていただきます。はい、大変お待たせしてしまいました。そうですね、これ放送が6月30日ですよね。はい、そうです。はい、ちょうどコラボも皆さん遊んでいただいている頃かなと思います。はい、結構ねミラティブとかでね放送して、あのいろんな反響ありましたけど、はい、まだまだコラボも続きますので引き続きお願いします。はい、ぜひ楽しんでいただけると嬉しいです。はい、はい、では早速、9月までのロードマップ発表していきたいと思います。はい、まずはこちら、2020年7月日本語版英語版の運用を統合いたします。はい、あのまあこちらも以前にお伝えしたものですね。はい、いよいよとあの、まあ、日本語版というのも特に海外版英語版の方ですね、こちらがいろいろと変わっていきますので、うん、というところですが、その中で一緒にお祝いできればなと思ってますので、日本のユーザーの方もよろしくお願いいたします。はい、ということでこちらのね統合を記念した毎日無料10回ガチャを開催いたします、はい、ということで、ナイスってことですよね。いやこれは1周年の時にあの国内版日本語版をやってるんですけども、英語版の方はまだやっていないので、せっかくですのでこの機会に経験していただければなって形で1週間、無料で、10回ガチャを毎日引けますので、いや嬉しいですねこれ。ちょっと食い気味にいっちゃいましたけどはい、そして、この統合を記念したイベントとかも、実施します。はい、今回の特に統合に関しましては、あの国内版でやっていて海外でまだやっていないものだったりとかを遊んでいただければなというところがありますので、ちょっと復刻系がメインになってしまうんですけれども、うん、まあ例えば最初のやつですかね、こちらは帝都の地下に広がる迷宮という一番最初にやったイベントでしたりとかの復刻ですね、うん、こちら初復刻になります、国内の方も。あとは白きシメルザの物語とかレコードブグローリーが復活していきますというところと、あとはもう専用の、ボス戦みたいなのも1個入ったりしますので、うん、あのこちらについては詳しい情報は別途また出していきますのでお待ちください。はい、楽しみにお待ちください。はい、続いて通常クエストの自動周回を実装させていただきます。こちらは、海外版と同様の仕様で、ワールドマップの通常クエストのみというふうになります。はい、こちらね、いろんなご意見いただいてましたけど、ついに実装ということで。はい、そうですね、あの、まあ、最初というところでまだワールドマップの通常クエストのみですけども、今後、まあ、あの応募消費するイベントとかも、まあ、検討してもいいかなと思っておりますので、まずはワールドマップのところを楽しんでいただければと思います。はい、ぜひ、実装をお待ちください。はい、続いてイベントクエストをより遊びやすくということで、以下の内容が変更されます。1つ目、ブルーオーブ、オレンジオーブのイベントオーブが統一され、最大値が10個、さらに1オーブの回復時間が1時間から30分に短縮されます。はい、ここはちょっとね、あのイベントが今オーブ2つあって分かりづらいというお声もありましたので、まとめてもっとシンプルに分かりやすくなればなと思っておりますので、試してください。はい、はい、そして2つ目、能力ゲートや限界突破の間などの通常イベントを目的に応じて分かりやすく変更調整させていただきます。はい、まあ、やっぱ能力ゲートはちょっと運の部分も強かったりしたので、うん、もう少しあのウェーブごとに確定で落ちるようにしたりとか、あとは限界突破の間に関してもどれが落ちるか分からないということがあったので、まあ、3つに分けて、その3つの中で少しずつでもその選択取りやすくなるようにという形になっております。なるほど、確かになんか足りない素材とか、まあ、明確にある、ね、方とかもいらっしゃると思うので、はい、ぜひこちらであの挑戦していただければというふうに思います。はい、世界と異界をはっきりともう分けて狙えるのであそこですね。はい、はい、ということで3つ目が、曜日ダンジョンの構成を変更します。はい、今曜日ダンジョンの方で、まあ、能力ゲート等の各色があると思うんですけども、その他に、いろいろと経験値系でしたりとか、まあ、周儀の間のまた簡易版的なものとかを入れて、成長もしやすいように持っていっております。はい、またそこで、すぐこちら行けるかというところであるんですけども、教習も曜日的に復活していければなと思ってますので、よろしくお願いします。なんかあのポックル教習が復刻する曜日とかが今度ね増えていくみたいな感じですかね。そうですね、あの最初の頃にはやってたんですけども、やっぱり最近ですとなかなかモンスターのユニットソウルも取りづらいかと思いますので、うん、より取りやすくなってユニットも、あとモンスターのユニットも遊んでいただければなと思っております。はい、
期間限定のね、イベントが曜日に入ってくるということで、さらに育成を楽しんでいただければなというふうに思います。はい、そして、上記の、曜日イベントの構成変更に伴い、ダンジョンの鍵の仕様を一部変更させていただきます。こちらは、現在24時間の効果のものが、30分に仕様変更させていただきます。はい、そして続いては、通常クエストをより遊び応えのあるものにということで、メインストーリーすべての、ハード、ゴッドモードに低確率で、パーティー参加ユニットのユニットソウルが、ドロップするように、仕様を変更させていただきます。またこれに伴い、現在イベントで、開催されているルコンの間を廃止させていただきますということで、結構大きなニュースですよね、これ。そうですね、ハードモード、ゴッドモードって価値がかなりありますので、自分の好きな素材とかを集めながら合わせてユニットソウルも集めてもらえればなと思いますので、いろいろと自分の回りやすいクエストというのを探していただければと思います。はい、結構ね、1ウェーブで楽しみたい方とか、複数ウェーブで経験値いっぱい欲しい方とかいらっしゃると思いますので、ぜひね、ご自身の好きなところを回っていただければなというふうに思います。そしてついにこちら、2020年7月30日ついに新ストーリーが追加されます。はい、ということで大変お待たせしました。本当にお待たせしました。はい、ここからはですね、ササコピーに、新ストーリーについてちょっと先に紹介させていただきたいと思います。はい、というわけで新ストーリーの方なんですけれども、お待たせいたしました。内容に関してはネタバレになってしまうので、いろいろと言えない部分もあるので、画像を見ながらいろいろとお話しできればなと思います。まずはこちらお願いします。はい、というところで、新しいマップの背景ですね、砂漠的なものでしたりとか、ちょっとなんだろうなっていうのがあるので、見ながら考えていただければなというところですね。次にアドベンチャーシーンの方ですね。はい、こちらお願いします。ストーリーの方ですね。はい、いろんな会話シーンがあるかと思いますので、ここから先どんどん進んでいくのかというのは見ていただければと思います。はい、新ストーリーに関しまして、気になるところでいうと、新しい大陸ということに今回はなりますので、どんな、ソウルスポットとかの話が気になるかと思うんですけれども、今回に関しましては、ソウルスポットは、ブルーの方が増えます。で、全てにおいて過去のソウルスポットですね、場所が、全部レベルの上限が1段階上がるというところと、多分一番気になるところが次だと思うんですけども、タンクですね、タンクの方は、ブルー、レッドともに、上限が一つ上がりますので、かなり溜め込めるようになりますというところですね。いやー、それすごい嬉しいですね。はい、結構ね、溜まっちゃってる方とかもね、はい、いらっしゃるので、それ結構嬉しいユーザーさん多いんじゃないですかね。そうですね、だいぶ余裕が出るようになるかなというところと、ただその分消費する量も多いので、確かに、これは、ぜひ見ていただければというところではありますね。はい、ブルーの使い道っていうのは今後ももっと増やしていかなければなと思っておりますので、はい。ですので、シナリオに関しては本当はね、もっといろいろと語りたいんですけども、ちょっとネタバレにならないようにというところで、待っていただければと思っております。はい、よろしくお願いします。はい、それでは最後、各種 UI の進化というところで、より遊びやすく分かりやすいゲームにということで、各種ね、画面の方も改善していきますので、ぜひ楽しみにお待ちください。こちらはなんかホーム画面とかが分かりやすくなる感じですかね。そうですね、ホーム画面が結構使いやすくなっていきますので、ぜひぜひお試しください。はい、またこちらツイッターとかでもね、紹介させていただければと思いますので、楽しみにお待ちください。はい、続いては8月ということで、去年ミスグランゼリア1位を獲得した、ティンキリの映像が登場します。いやー、長かった。いやー、確かに長かった。半年後ですね。はい、水着ですね。はい、本日はちょっとお顔の方をメインに、イラスト紹介させていただくんですけど、またね、全身バージョンだったり、個性や性能などは近づいてきたら紹介させていただければと思います。はい、ドットの方もね、可愛らしくなっていますので、ぜひぜひ楽しみにお待ちください。はい、そしてまた夏といえば、豪華イベント&キャンペーンを予定しています。昨年あげ盛りキャンペーン実施しましたけど、今年も盛り上がれるね、キャンペーンを実施したいと考えておりますので、ぜひ楽しみにお待ちください。はい、そうですね、皆さんがもう期待している部分というのには乗っけていきたいと思っていますので、はい、よろしくお願いします。はい、
続いてさらにバトルが進化というところで、一部魔法の時間演出停止の追加であったり、超強敵サブクエストの追加、まあ、さらにはねゴッドモードなんかも随時追加させていただく予定です。はい、もうあの魔法の時間停止ですね、こちらに関しましてはあのアンケートも取らせていただきまして、いろいろなお声をいただいているんですけども、まあ、あのやれる方向でいきたいなと思っていますので、はい、お待ちください。はい、また超強敵出るんですね、あのパブラボリアみたいな。そうですね、今あの仕込んでおりまして、またまた癖のある敵になっていくかなと思いますので、うん、あのぜひぜひあの皆さん育成をして待っていただければと思っております。はい、もう強者はあの待ってるって感じですね。はい、ぜひ楽しみにお待ちください。はい、続いて8月の重大発表ということで、本日は新たな映像ユニットを紹介します。イラストがこちら。はい、カゴ天使ルキエルが登場いたします。はい、もうルキエル自体はすごくあの好きな方も多いキャラクターであるんですけども、うん、まあ、その映像ということでっていうところですね。いやー、これイラストいいですよね。綺麗なんですよ、小田島くんがね、うん、頑張って描いてるところで、はい、ぜひね、あのまだルキエル育てれないよという方もですね、あの映像ユニットはスキルコストが50まで上がってましたら、あの手に入れた時に50から始められるんですよね。そうですね、確かそこは共通部分になります。はい、ぜひあの今ルキエルをお持ちの方は育成してみてはいかがでしょうか。ということで、個性だったり性能はまた、最新情報でお伝えしていきたいと思います。はい、8月のどの頃かっていうのはね、ぜひあのまた後日発表してきますのでお待ちください。はい、はい、そして最後に9月以降は下記のような更新を予定しています。潜在覚醒星ロックユニットの、追加であったり、レイドバトルサブスクリプションというところで鋭意開発しております。ご期待ください。はい、そうですね、レイドバトルもサブスクリプションに関しましても発表してからなかなか次の情報が出せない状態で本当に申し訳ない状態だったんですけれども、もちろん開発はしっかりと進めておりまして、まあ、レイドに関しましても、まあ、レイドというよりマルチ的な方向に今進んでいる部分もありますので、まあ、次の情報を7月の後半でしたりとか8月ぐらいに何か出せればなと思っておりますので、うん、お待ちいただければと思っております。もちろんアリーナに関しましてもあの回収の方でしたりとか止まっている部分というのは動かしていきますのでご期待ください。はい、はい、一旦ロードマップについては以上というふうになります。そして最後に、公認サポータープログラムについてお知らせさせていただきます。公認サポータープログラムについては、7月のキャンペーンをもちまして終了とさせていただきます。はい、リリース前からたくさんの方にご参加いただき、またご協力いただきありがとうございました。ありがとうございました。はい、結構もね長い期間やっていただきまして、いろいろなプレゼントもやってきたんですけども、7月のキャンペーンが最後という形ですよね。はい、なのでそこのプレゼントはぜひちょっと豪華にというところで、うん、あのなるべく多くの方にやっぱり当選していただきたいので、数をね多めにできればなと思っておりますので、はい、あの次のキャンペーンの発表をお待ちください。はい、ぜひあのたくさんの、ね、方にご参加いただけますと嬉しいです。はい、本当にご協力ありがとうございました。ありがとうございました。はい、そして今後は、ミラティブ配信であったり、Twitter などの SNS 中心にプレゼント企画を、やっていきたいというふうに思ってます。はい、引き続きプレゼントはいろいろやるっていうことでですね。はい、そうです、そうです、はい、そうです。なんかせっかくですのでグッズとかももっといっぱいあの皆さんの方にお渡しできればなと思ってますので、あのどしどし応募の方よろしくお願いいたします。はい、はい、ということでいろいろな発表させていただきましたが、まあ、もちろんあの動画で発表していないものもあの実施させていただく予定はありますので、あのお知らせなどでご確認いただければというふうに思います。はい、今後も、ラスクラは進化し続けていきたいというふうに思います。まあ、1.5 周年もね近づいてきましたので。近い10月ですからね、はい、まだまだだと思いますけども、はい、あの 1.5 周年にもぜひね、はい、豪華イベントを予定していますので、はい、これからのラスクラにもぜひご期待ください。そうですね、コラボとかもまた考えていきたいと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、ということで本日は皆様ご視聴いただきありがとうございました。またお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。